今回のキャンプでは5日間の短期集中の未来構想型のキャンプを実施しました。ブロックチェーンに関連した概念とかテクノロジーに関して学んで、それを元にしたグループワークで構想発表を行っていただきました。セットアップっていうのは初期化関数っていうふうに呼ばれるもので、いろんなプログラムが実行される前の環境整備とかその設定を行うパートなんですよね。一方で、ブロックチェーンっていう技術は社会の中で、活用されてるってことは分かってるけど、それが、どういう特性を持ってて私たちの生活と具体的にどういうふうに結びつくかみたいなところっていうのはなんか分かっていなかったりするんじゃないかっていうのが、この企画の出発点にありました。繋がるところだなと思っていて、接続します。ブロックチェーンを知った時に今までにない本当に関係性であったりとか仕組みっていうのができるんじゃないかな。今は直接関係ないけども、なんか今後やっていくうちになんかつながっていくことがあるかもしれないなって思って、チームでやるっていうところでなんか勉強しながら作品を作ってみたいなって思って参加しました。They were not just in one group and they changed the group, so it's a little bit like the spirit of decentralization, right? You don't have only one identity.Yeah, you have many identities and then join many groups, just like I joined many DAOs. And we can change our identities if needed. お金とか DAO とか NFT とか法律のことをこう学びながら、かつスキルとかモチベーション、思いがある人たちが集まってくると、こんなたった5日間のキャンプですけど、実質2日間といっても本当10時間ぐらいの、その中でここまでのアウトプットが各班で出てくるというのは本当凄まじい、技術の進化はものすごいスピードで進んでるんですけども、この人間がこう普遍性をこう見出していくようなプロセスっていうのは、諦めないで追いついていけるというか、自分ごとにしていけるっていうのはすごく学びも深かったです。皆さんが参加されている様子を見て、本当になんか自律的にふわーっとなんか動いてる、なんかそんな感じを感じたんです。でそれは制御されているものではないし、ある意味でなんかプログラミングみたいだなとか、なんかブロックチェーンのトランザクションみたいだなっていうふうにも感じました。アイデアとかってなんか自分で引きこもっててもなかなか出ることって少ないなってのはすごい実感して、同じような興味を持っている人が集まることで話すと、そういう頭の中すごい加速されるような体験をして、それが今回のキャンプで一番の発見でした。ここにブロックがあるんですけども、このブロックの中にキュレーターがいて、作品のテーマであったり国であったり文化であったりというような、それぞれがキュレーションしている島を、ユーザーは、探検することができると。この現物とデジタル そのお金っていうものの価値とか、所有感とかそういった希少性とかっていうものをこのコミュニティの中でみんなで実装しながらですね、認識をしていこうと。今回のイベントが起きたことは、あなたのコミットってこういうところに共通性があるとかっていうか、翻訳をしていく必要があると思うので、そういうのをこうモチベーションが高い人たち同士でですね、お茶室に人が集まっていろいろ空間とか時間を拡張していくのをお話をするような形で、広めていけたらいいかなと思ってます。 If you want to do something decentralized, it's not necessary to just put it on the website on the internetYou can put it on the reality. Yes. So the combination of Web 2 and Web 3, the reality and the virtual, is very important if you want to make more people know your project, to know the blockchain. ブロックチェーンという技術と、表現することだったり、社会生活みたいなものをつなげて、新しいデジタル時代のクリエーションっていうのを参加者の方々で作ってほしいっていうだけじゃなくて、ファシリテーターとか私みたいな人間も巻き込んで、なんか一緒に作っていけたらっていうふうに思っています。